見てんじゃねえよ。ある男が線路で飛び込み自殺をした。電車の車輪に切断された男の首は胴体から離れゴロゴロと転がった。不幸にもその場に居合わせた会社員がその顔を直視してしまう。するとその生首は目を見開き、見てんじゃねえよと言った。これが都市伝説見てんじゃねえよである。この類話として飛び込んだのが女子高生であり、見ないでと頼んだというものもあり、見ないでというタイトルの噂としても知られている。またその他にも似たような話として、事故で胴体が真っ二つに切断された上半身のみが助けてと訴えながら追いかけてくるというものが存在する。では果たして実際に首のみとなった人間が言葉を発することがあるのかと言われると、もちろんそれはありえない。すでに空気を発するための横隔膜と切り離されてしまっているからである。しかしながら言葉を発しないまでも多少動くことはあるのだという。過去の処刑法の一つにギロチンというものがある。説明するまでもなく、ギロチンはフランスの医師ギオタンにより18世紀に生み出されたといわれる斬首台であり、フランス革命期に多くの犠牲者を出した道具と言われているが、実は斬首台自体は古くから存在したとも言われる。このギロチンによって処刑された首が名前を呼ばれ、数回瞬きをしたという話が存在する。またある処刑執行人は切り離した後の胴体の方が動くと供述している。これらはいずれも死亡した後の筋肉の痙攣であると説明されており、人間の意識自体は脳の血圧の変化によりすぐさま意識を失うことから、自らの意思によって動くことはありえないとされている。